フォーチュンクエストは、深澤美潮による日本のファンタジーライトノベル作品。また、それを原作にした派生作品の総称。イラスト、漫画家作品の作画は、迎え夏つが担当している。角川スニーカー文庫、電撃文庫など、複数のレーベルより1989年11月から2020年7月まで、刊行された。主人公の駆け出し冒険者パステル。 ジーキングによる一人称で書かれた冒険ファンタジー。もともと、フォーチュンクエストは、マルカチファミコンの増刊号、猛領戦記まだらないに、キャラクター紹介及び、冒頭部分が掲載されていたが、その後1989年に正式に、角川スニーカー文庫で、フォーチュンクエストが開始され、8巻まで発売される。1994年、 担当編集者の他者への転出に伴い作者の深沢もレーベルを電撃文庫へと移り続編となる新フォーチュンクエストを開始する2013年より新フォーチュンクエスト2と会談して関数をリセット他にもパステルたちが冒険者となって最初のクエストに挑戦するまでのプロローグを書いたフォーチュンクエスト外伝冒険者になった頃にしていたアルバイトの物語を 書いたフォーチュンクエストバイト編が角川書店から刊行されていた。これらの外伝は新刊の3巻を加えて新フォーチュンクエスト外伝本編とバイト編は新装版フォーチュンクエストとして電撃文庫から発売されており全ての作品が電撃文庫から発売されている。本編以外の物語には他にも新フォーチュンクエスト L がある。2013年3月時点で シリーズ累計発行部数は1000万部を突破している。1997年にはテレビアニメ化され、フォーチュンクエスト L が毎日放送で放送された。他にもオリジナルストーリーの漫画版やテーブルトーク RPG、フォーチュンクエスト RPG など様々なメディアで展開された。2007年10月からポプラポケット文庫から児童文学として、 無印一巻から順次再販が開始されている。これで、角川書店、メディアワークス、ポプラ社と三社にわたって作品が展開されることとなる。シリーズ開始30周年となる2020年7月刊行の新法チュンクエスト2 1巻で完結となり、完結記念として新法チュンクエスト L を除いた電撃文庫全43巻と作者の深沢と、 刺し絵の迎えの直筆サイン入り複製剣画のセットが通販限定商品となった。同作者の作品、デュアンサーク、青の聖騎士伝説は、フォーチュンクエストの世界の約100年前を舞台とした作品であり、それぞれの作品間をつなぐ人物やアイテムなどが登場している。剣と魔法が活躍する典型的なファンタジー世界を舞台としているが、 冒険者支援グループや保険会社といった大道具から通販グッズのような小道具まで現代社会的な要素や登場人物の実力を数値として可視化できるコンピューター RPG 要素も加えられておりそういった世界観の中を駆け出しの初心者パーティーに冒険させるという構図をとっている世の中のモンスターに立ち向かう存在であるが生活の不安定な冒険者を支援するために 発足された組織。冒険者はこのグループから身元を保証されることで、冒険者価格として交通費や宿泊費、各種アイテム購入費などの割引サービスを受けることができる。活動資金は加入する村や自治体からの寄付金で賄われ、その村がモンスターの被害を受けた場合は、戦力や金銭面での援助を受けることができる。冒険者の身分証明書。 資格試験に合格することで交付される。上記のサービスを受けるためにはこのカードを傾向していなければならない。カードには名前、青年月日、本席、連絡先、職業、レベル、特性値が記載されている。一年に一度更新することが義務付けられている。物語当初は各個人の誕生日に更新していたが、途中から全員が同じ日に、 更新手続きをするように変更された。ただ、あまりにも数が膨大すぎるためバグが発生する、トラブルがあった。冒険者カードに記載されている値の一つ、経験値を積むことで、レベルが上がる。経験値はモンスターを倒すことによってのみ加算される。冒険者たちの間では、レベルイコール強さと見る傾向があるが、必ずしも本人の実力を反映しているわけではない。 一部の冒険者から加算法の改善の要望が支援グループに出されている。レベルアップの際には冒険者カードが光り音が鳴る。レベル1からスタートするが最初のレベルアップでは一の表記はそのままで色が変わるだけ。パステルたちが活動拠点にしている大陸。大半をロンザ国が支配していて正常も安定している。ロンザ国やサラディー国が存在する。 パントリア大陸のとは、アビス海を挟んで、隣同士。パントリア大陸の大部分は、ロンザ国が治め治安も安定しているが、こちらは、昔から大国が存在しないこともあって戦争が、絶えない。コーベニアや、キスキン王国がある。突起のない限り著者は、深沢美潮、イラストは、迎えな月。角川スニーカー文庫より出た、無印版、外伝、バイト編については、 電撃文庫から新装版が発売されている。また、無印版の一部は、ポプラポケット文庫からも発売されている。電撃文庫の無印新装版には一巻に一つ、書き下ろしのエピソードが追加されている。角川スニーカー文庫版のバイト編は、角川ミニ文庫版のバイト編2冊を再掲し、過失を行ったもの。深沢美シを、迎えな月による、漫画作品。 ストーリーは小説にはないオリジナルのもので、アンジェリカは漫画版で初登場する。月刊コミックコンプと月刊電撃コミック顔で連載され、コミックスは電撃コミックス EX から全2巻が刊行された。後に電撃コミックスでも同じ内容で刊行されており、全3巻となっている。以下の2作品が発売されている。その他、1992年には、 pc 用ゲームが制作中であることがアナウンスされていたが発売されなかった。1994年4月28日に発売されたスーパーファミコン用のすごろく形式のテーブルゲーム。開発元はナツメ、制作、販売元はザムス、発売元はバンプレスト。プレイヤーはパーティーメンバー6人の中からキャラを選択する。シロちゃんは選べない。 罠を仕掛けたりなどして相手キャラを妨害しながらお使いクエストをクリアしていく。クエストをクリアするとフォーチュンポイントがもらえる。最終的に規定端内に最も多くの FP を稼いだプレイヤーが優勝となる。最大6人プレイが可能。マルチタップが使用可能。マルチタップを使用しても最大5人までしか使えない。使用のため6プレイヤーで遊ぶ時には マルチタップを使用したとしても、1番目と6番目のプレイヤーが同じコントローラーを使うことになる。プレイヤー数とコンピュータ操作のキャラクター数を任意で選べるため、例えば人間操作が3キャラクターで、コンピュータ操作が2キャラクターの計5人対戦というようなこともできる。人間操作0人の全コムプレイも可能だが、この場合はただの感染モード状態である。 このゲームに登場するオリジナルモンスターファズの声は原作者である深澤未使のものである攻略本1996年6月21日発売されたプレイステーション用のスゴロク形式のテーブルゲーム開発元はリリーフエース発売元はメディアワークス全世界的に食料不足が起きたためみんなで畑を耕して食料を作ろうというストーリー ゲーム上のマップは畑になっており、その畑に種を植えて、食料を育て、毎年10月末の収穫になると作物を売って、お金を得る。イベントとして4年に一度、参加しているキャラクターによる料理コンテストが行われる。コンテスト時点で栽培されている作物から食材を2種類、数種類の調味料を2種類メインと、サブとしてそれぞれプレイヤーが選ぶ。 審査員はプレイヤーが未使用の4人のキャラ。各自10点満点で審査し、トータルで最高点を出したプレイヤーには、賞金とメダルが与えられる。設定された収穫金額に達するとゲーム終了。その時点で最も多くのお金を稼いだプレイヤーが優勝となる。キャラクターはデフォルトでパーティー6人 JB コボルトの計8人が選べる。ある条件を満たすと、 さらに、マリーナとアンジェリカが登場し、計10人の中から選べるようになる。シロちゃんは司会進行役であるため選べない。また、作中では、クエストイベントなどが発生することがあり、原作に登場した他のキャラクターも一部登場する。ゲーム中では、年単位で時間が進行するが、キャラクターは年を取らない。常に4人対戦。マルチタップが使用可能。 プレイヤーの数が足りない場合は、足りない分のキャラクターをコンピュータが操作する。人間操作例人の全コムプレイも可能だが、この場合は、ただの感染モード状態である。取扱説明書には、書き下ろしのミニストーリー、世にもハマった冒険者たちが収録されている。この短編では、本作の出来事は、JB が持ってきたゲームの中の設定ということになっており、 パステルたちはこのゲームにはまってしまうという内容。また、限定スペシャル版には、びっくりトーク CD というおまけ CD がついている。内容は、パステルら登場人物による本作の設定をもとに、たミニドラマと原作者、深澤未潮のコメント。こちらは、本作の出来事が実際にあったこととして扱われており、エピローグなども本作での設定を踏襲している。 このソフトは、プレイステーション2の SCP-75000、シリーズ以降では、動作に異常が出ることが、C から発表されている。キャスト攻略本原作者、深澤美塩やドラマ CD 版パステルを演じた、中川明子などが参加するリプレイや、書き下ろしで説明書収録短編の続編、続、世にもハマった冒険者たちなどが収録されている。タイトルは、 フォーチュンクエストよにも幸せな冒険者たち。1993年に OVA として角川書店から VHS 版が発売された。後にビクターエンタテインメントからも VHS 版と LD 版が発売された。ストーリーは無印一巻を原作としているが、敵の魔道士との対決等が変更されている。 1996年4月から1997年3月にかけて TBS ラジオの番組ファンタジーワールド内で放送されたラジオドラマを CD にしたものである。番組前期に放送されたラジオドラマフォーチュンクエストガイデンパステルの旅立ちは小説フォーチュンクエストガイデンパステルの旅立ちを原作としている。原作の再現度はかなり高いが、 逆に言えば、アレンジは、あまりされていない。番組後期に放送された、ラジオドラマ、フォーチュンクエストバイト編夕日が二つに見えた夜は、小説、フォーチュンクエストバイト編夕日が二つに見えた夜を、原作としている。原作のストーリー展開をなぞりつつもアレンジが、加えられている。ドラマ CD オリジナルキャラのエルフ族の女性アイリスが、登場したり、 強力な敵キャラが出現したりする。フォーチュンクエストボクボクの災難が、角川書店から1990年12月1日に発行されている。メディアはカセットテープであり、いわゆるドラマ CD のカセットテープ版である。A 面、B 面に合わせて合計約60分。脚本に赤堀悟るを据え、ギャグ展開多めの完全なオリジナルストーリーとなっている。 書籍扱いであるため ISBN コードがついている。スゴロク形式のボードゲーム、フォーチュンクエストボードゲームようこそ。モンスターの創屈絵がある。シドの剣と名前の付けられたアイテムカードには、クレイのロングソードによく似たイラストが描かれており、作者が当時から、シドの剣イコール、クレイのロングソードというアイディアを温めていたことがわかる。詳しくは、 フォーチュンクエスト RPG を参照。フォーチュンクエストダイスを転がせに関するカテゴリー。新フォーチュンクエスト食卓の騎士たちに関するカテゴリー。フォーチュンクエストよにも幸せな冒険者たちに関するカテゴリー。ありがとうございます。